LF ルラジオ。はい、今日も始まりました、はい、LF ルラジオ第37回です。37回ですね、はい、今日も神奈川沿い新大田の立ち飲み屋兼レコードショップ LF ルよりお送りしております。はい、本日お送りいたしますのは、はい、LF ルの間です。ナビゲーターの名前です。はい、あれこれえこれもしかして明けましておめでとうございますなんですか？違うよ、これはまあ良いお年を会ですか？良いお年を、良いお年を。今日がですね、2017年の12月25日最終 LF ルラジオです。今年そうなんですよ。そっか、土曜日、今日が月曜日だから、土曜日30日だからまだ今年だ、うん、後半が明けましておめでとう会になるんですね。ちょっと苦手な嘘をつかなきゃいけないやつになっちゃう、ね、そうですね。未来ラジオ未来ラジオ収録去年多分失敗してると思うんだけど、そうですね、そうですね、はい、そうなんです。うん、今日はしっぽりかな、ね、ちょっとクリスマスなんだけどな、ね、クリスマスらしいですね今日誰も来てくれてないんですけど、お店誰もいないんですけど、うん、どういうことかな。そうだ、ね、寺田もいるのに。でも本当にクリスマスは人来ねえから。あ、そうなんですか？そう、へえ。確か来ないんだ最初の年。てかもう逆に本当恥ずかしい思い出なんだけど。あ、ていうか去年掃除しましたよね、大掃除。25、あ、クリスマス、そう、25掃除。そうですよね、そう、大掃除したい思い出ある。そう、最初の年がもう俺と辻くんでクリスマスチキンとか、なんか珍しく焼いて待ってますみたいなことツイートしてたけど、うん、全然来なくてもうすっげえ恥ずかしい気持ちになって、もう来年から絶対やめようっつってイブ休みでクリスマスを、まあ平日だからまあ普通に会社に来るかなぐらいの気持ちだったらやろうみたいな、うん、でイブはもう今年日曜だからもう肌から休みにしようと思ってた。あ、そっか、あれ昨日はホムカミがありましたもんね。ホムカミあったね、うんうん、そう、まあ、どっちにしろそう休みだったんですけどね、うんうん、そっかそっか、はい、っていう25日の月曜ですよ、はい、今は最終 LF ルなのラジオなのに、ね、今日も辻くんいない。いないね。今日は辻くんいない。はい。そうですね。今年は何してんだろう。っていうか前回の収録が12月いつでしたっけ。12かな、うん。2週間空きましたけど。はい。はい。なんかありました。何があったか。結構僕は。お。良かったですね。あ、っていうかあれだ、うん、ラブレターズとかありましたよね。あ、そう、見た？行けなかったです。あ、そう、まずね、そう、16日土曜日がね、フィーバーでキャプテンヘッジホックっていうバンド、もう今解散しちゃってるんだけど、まあ、メロコアですっげー聴いてたバンドがちょっとまあ年に1回ぐらい復活してるんだけど、なんかそのライブ久野くんに行こうって言ってもらって見に行ってで、その翌日はラブレターズ行きました。俺は17日、うんうん、で、そう、前日久野くんと一緒にそのバンドを見て、うんうん、まあでもライブ始まったらまあそれぞれバラバラになるけど、まあそれまでこうあの曲やるかな、うんうんうん、みたいな話して、その前まあうちに来てくれたからねって話してて、で翌日ラブレターズ行ったらさ、なんかたまたま飯田くんがいて、へー、なんかまあここで知り合ったんだって。え、そうなんだ。うん、なんか多分サティフォ君とか仲いいから、その時に飯田君呼ぶとか呼んだかで、で、あ、飯田君だっつって、でたまたまさ、飯田君と俺隣、席隣でさ、金髪また続いた。金髪また続いた。関山さんに続き。続き、いや、関山隣じゃないんだね。いやでも前後で。そうそうそう。金髪がまた並んでしまった。飯田くんすげえなんかお笑い好きだって話とかも。あ、そうなんだ。俺飯田くんと話したことなかったからさ、飯田くんだけ話さないですよね。なんかそう、わかんない存在じゃん。あ、それがいいんじゃないですか。わかんないけど。そう、ちょっとミステリアスな男って感じだけど、まあなんかお笑い好きなんすよみたいな。へえ。つって。いや、爆笑しましたね。うんうんうん。でそのままね、そこ渋谷だったんだけど。藤沢に帰って、前ちょっとラジオでちょっと言った毛利優子さんの展示を見に行って、お、
そうだったんですね。みちこ見に行ったかな。あ、どうだろうね。どうだろう。うんうん。すげえよかったな。なんか本当にね、なんていうんだろう、ホース、いわゆる水を通すホースとか、うんうん、なんかね、釣り糸とか、ほう、なんかこう バネみたいなものを使ってる、まあ、インスタレーションなんだけど、で、まあ、その中にドラムバスとか、ま、素材が良さそう、そう、うん、面白い本当に。もうずっと同じループをしてるんだけど、まあ、それもランダムじゃランダムだから、なんか面白かったですね。なんかすげえでかい生き物の内臓を見てるみたいな感じでした、ね、なんかドクンドクンみたいな感じで動くから。うん、私特にないな。あ、ないくないか、うんうん、そうですね、16日の深夜にピアフィルムフェスティバルの朝っぱらがもう一回上映があって、それにオールナイト上映に行ったのと、あとアスノアーで AR 忘年会に出ました。なんか保険のコントだけやったんですけど、私たちの出番の直前に、うん、保険のって車のやつ、あ、そうです、保険に入った方がいいやつです。保険に加入しましょうっていうコントなんですけど、なんか直前にお客さんが一人倒れてしまって、はなんか救急車とか来てマジで、その後保険のコントやったんですけどなんか不思議な感じでした。体調悪くなっちゃったの。そうみたいです。なんか持病を持たれてる方で、その日たまたま薬を飲み忘れてしまったらしくて、あらあら、倒れてしまって、なんかちょっとしばらく音とか光とかあんまりかもみたいな感じ、ちょっとしばらくなるほど、静かに空間なんか、うん、空いた時間があって、多分救急車のかが来て運ばれていったのかな。私なんかざわざわしてる状況がなんか怖くて楽屋にいたんですよ。で、はい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 、そうそう、その後保険のコントをやったんですけど、なぜか大北さんが終わるじゃないですか、うん、2分経って終わるんですけど、はいはいはい、いきなり大北さんが目の前でアンコールアンコールとか言って、なんかじゃアンコールをいただいたので、お父さんが車に乗り込むところからもう一回やりますとか。マジかよ知らされてなくてもう一回やったんです。うわなぜかアンコールでね、保険のコント2回やったっていう。なるほどね、はい、それがつい最近。しんどいな、ああいうの2回やるの。いや、なんかしかも AR 忘年会に来られてる方ってどういう、なんだろう、反応がめちゃめちゃ大爆笑とか、なんかお笑い見に来てるみたいな気持ちじゃないから、やっぱり あそこに集まる人たちって。 AR って何なんだっけ、そもそも。あ、拡張現実の話なんですけど、なんか IKEA とかがずっとやってて、なんか IKEA が、 IKEA のなんていうんですか、カタログを、例えば自分の部屋の写真を撮ります。でその写真を撮った後に、 IKEA のこの例えば机椅子とかをそこにポンって置くと、うん、そのサイズに合った椅子なのかどうかみたいな、うん、原寸大の写真に合わせて、自分の部屋の写真に合わせてみたいな、そういう、なんだろう、寸法を測ったりとか、なんかそういうね、ことをやってるんですよ、 AR っていうのって。なんか、え、会社の名前、あ、違います、なんて言うんでしょうね、物事の名前、物事かな、うんなんて言えばいいんだろう。なんか、去年も、なんか、インターネットっていうか、なんか、メカ系の偉い人たちみたいな説明しかできなかったんだよな。でも、そういう感じです。なんか、テクノロジーの感じなんですよ。あ、なるほど、なるほど。で、そうそう。うん。で、AR3 兄弟っていう人たちがいて。あ、それも聞くね、よく。そう、AR3 兄弟っていう人たちが主催の、なるほど、なるほど。イベント、年一のイベントなんですけど、なんか、AR3 兄弟は星にタッチ、あ、違う、パネルにタッチなんとかかんとかとか、ちょっと全然頭が回ってない、そういうやつやっててなんか今年は屋上が宇宙になってるみたいなことをしましたみたいに言ってた。なんか、なんて言えばいいんだろう、うーん屋上っていうのはそのオフィスの、なんかどっかの屋上上がったらもうそこが宇宙になってて、星座とかが、
立体的に見えるみたいな。そうそう。でその配置とかが多分 その本当の宇宙の設定になってるみたいなことなんじゃないかな。なるほどね。わかんない、なんかちょっと私もよくわかってない、うん、とりあえずハイパーテクノロジーっぽいね。そうハイパーテクノロジーです。そうハイパーテクノロジーの人たち、ハイパーでも使わないかもしれないけどね、そうの集まりだったから、なんかなんだろう、あのテクノ手芸部の吉田さんとかが来て、 Google ホーム、OK Google だっけ、うん、OK Google ってシリじゃないの、あれえ違う、ごめんわかんない、 OK Google って違う、 OK Google って Google ホームですよね。 Google ホームを走らせたりとかしてて、なんか OK Google って何、そういえば走らせるって何、なんか Google ホームって家具なんですよね、多分家具なんですよね、うん、家具なんですよ。じゃあ俺全然知らないわ。ああもう、じゃあもう説明が難しい、めちゃめちゃ、家具、ちょっと待って、調べれば出てくるかな、Google ホーム、あの知り的な感じで、うん、OK Google なんとかしてみたいな話しかけると、そうそう、なんかいろいろしてくれるみたいな、テレビつけてとかそういうのをやると、それは人の形してる系、してないしてない、アイボンみたいなやつ、違う、してないしてない、違う、してない、 Google ホームで調べ、脳みそ、水筒みたいな、水筒みたいなやつ、そうそうそう、これが Google ホームなんです。ああ最近 Amazon とかで売ってる感じのやつ、あそうかもそうかも、うんうん、あそうなんだ、えでもどういうこと、それに指示できたらそいつが全部やってくれるの、そうそうそう、やってくれる的な、どういうことそれ、なんかそういうのとか、だから要するにこういうテクノロジーのことをたくさんやってる人たちが集まって面白いことをするみたいな会が AR 忘年会だったので、なんか私たちアスノアだけちょっとなんていうんですか、フィクションなんですよ。だからなんかあのなんていうんですかね、なんだろう、なんか反応が分かんなくて、しかもみんなお客さん座ってるし大きいところで、あ大きいんだ、なんか割と広めの舞台みたいなところでみんな椅子が並んでて、会議室みたいな感じ、なるほど、ね、広いね、なんですけど、そうだからなんか反応が分かんなくて、これ受けてるのかなみたいな気持ちに、あちょっと怖いね、そうなりましたけど、なるほど、うん、まあ面白かったです。じゃあ2回アンコールはハイになった感じも、そうですね、私どうしたらいいか分かんなくて走り回ってました、ずっと。もう何やったらいいか分かんないみたいな感じ。それだって最初からそうなんじゃないの。なんか1回目は即死したんですよ、うん、そんで死に切ったんですけど。あじゃあ叫ばず、そうです、あ楽したね。そう死に切ってみたんですよ、でよし終わったってなってやったらアンコールって始まっちゃったから、 あれどうしようどうしようと思って、そう走り回ってみました。なんかあの舞台が 長い感じだったんで、はいはいはい、走り回ってみました。あと1分あるよとか言いながら、うん、なるほどな。あとなんかあったかな、特に何もしてないな、昨日ホームカミ行ってない、うん、行ってないですね、うん、てかね俺も実は行ってないんですよ。え嘘実は行ってないんだ。行ってない、行ってるんだと思ってた、うん、行ってないんですよ。なんで、なんでもクソもないか分かんないけど、まあなんでもクソもない、まあ、クリスマスディナーを楽しんでたんですけど、すごい、うん、ね、クリスマスディナーか。私も母とクリスマスディナーしましたけど、あの丸の内の38階ぐらい あの夜景を見るところで、すごい、うん、ていうかさ、いや、はい、あのね、いや見に行くつもりだったんだけど、うんうん、なんかさ、まあ俺でもチケットは結局取ってないかったんで、ずっとで、まあその別に1ヶ月前に取る必要ないじゃん、まあ別に撮ってもいいんだけど、いやわかんない、撮ってるものかなと思ってました、相田さんのことだから。そうなってか、まあ、ソールドアウトしそうだったらもちろん撮るだろうし、うんうん、やるんだけど、まあ別に予約、まあ売り切れることないだろうなみたいなのがあるし。え売り切れてたんですか。いや知らない。あそうなんだ。そうで 2,3 日前にまあ普通撮りゃいいやと思ってて、なんかさ今回いっぱいゲストがいるっぽくて、ワンマンじゃないからちょっと気持ちが萎えちゃったんですか。そう、なんかね、うわ、なんで俺4人が見たいんだもん。へ、なんかユアソンとかがこう多分でビッグバンドわかんないけどね、なんかそういう風に大編成っぽくなったりするみたいな情報が入ってきてて、で、うんうん、まあ別にただ当日行ってもよかったのね、刀剣でね。あ、はいはいはい、別に迷っててどうしようかなと思ってて、
でね、24日の正午から、日本放送、ラジオでね、ラジオチャリティーミュージックソンっていうのが、それが日本放送年1回のでっかい、24時間ぶっ通しでやるラジオなのよ。ほう。で、それは毎年必ず24、25にあるらしいんだけど、それは今年行ったのね。その、司会が、ずっとオードリーだったの。へぇ。12時から、昼の12時から。で、とりあえず聞いてて、家いたから。そしたらもう、めちゃくちゃ面白くてさ。だから、つまりもうだから、毎週土曜日のやつが12回もあるってことだからね。はい、あ、24時間やってる。24時間だから。すごい。でも、聞き始めたらもう、これはもうなんかその迷ってたし、あー、もうダメだなと思って。今日はこれを聞く日にしてしまおうと。ずっとオードリー聞いてた。やばい。すっげー楽しかったけど、本当に。え、24時間あのね、オードリー2時間しか休んでなくて、夜中の3時5時だけ休んでて、で、俺はさすがにそこまでは聞いてないけど、18時間ぐらい聞いた。すごい、すごい。いやー面白かった。あのね、え、その間ご飯食べたりするんですか？あのね、ちょっと俺想定してたことが想定してたのよ。なんとなく前日の、こう終わってお店終わって家に帰るときにコンビニでちょっと食料買い込んでたのね。ずっといいていいやと思って。あ、じゃなくて相田さんもそうですけど、オードリーもご飯食べるんですか？それは知らないよ。え、食べてないの？いや、なんか CM とか入るから、まあ、その間 に多分食べてるんじゃない、なんか例えばですけど、うん、グルメレポートみたいな感じでご飯食べたりしないのかなとか、あ、そういった感じで食事だったりとかを入れてこないものかと今思う。飲み物は飲めるじゃないですか。ずっと10秒チャージとかじゃないでしょ、だって。まあそうかも。あの、でも若林さん基本的にずっとスタジオにいたっぽくて、春日さんはなんかちょっとだからそのネタというか分かんないけどさ、ちょっとあのなんかクリスマスチョコレートとか、うん、そうつまめるものがあってとかなら分からなくないですけど、でもあるっつってた、なんかね、うん、差し入れがいっぱいあるって言ってたけど、でもなんかあんまりもぐもぐするもの食べれないじゃないですかって、うん、でも、ね、いやあれよ、曲なんかクリスマスの曲がこういっぱい挟まれて、それ3、4分あるからね。でも3、4分ずつしか食べれないんですか？いや、ねえ、その考え方じゃ無理だよ。やばい、3、4分なんでその考え方、ゆっくりあのこうお椀持ってみたいな、そんなの無理よ。ダメじゃんそんなの。そんなの無理よ。そうそうそう、そっか。まあでもそれでね、3、4分ずつ、例えばお蕎麦とか食べてて3、4分ずつとか3分終わって、あ、曲が終わっちゃうって言って置いて、じゃあ入りますみたいな感じで お送りしましたのはみたいな感じで喋って、どん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 そばが伸びてみたいな。で、次の曲が、次の曲の時絶対天ぷら食べるぞみたいな気持ちになってたりするのかな。いやいやいやって思った。それでカレーとかわかんないけど、カレー冷めちゃうよ。そう、冷めちゃうからご飯どうしてるんだろうって今。なんでそれがすぐ浮かぶかな。いや、ご飯どうしてるんだ、だって24時間じゃないですか。24時間寝れないのももちろんだけど、ご飯食べれないとか大変だなって思って。まあそうだな。うん、そうですよ。そう、いやー、でね、あの土曜の普通深夜1時3時がオードリーのオールナイトニッポンで、あ、通常通り、通常ね、はいはい、あ、でもそれはやって日曜の昼からだったから、あ、そっかそっか。でまたつまり日曜の深夜1時3時もなぜかオードリーのオールナイトニッポンになってたのね。なんかわかんないけど、そのイベントだから、うんうん、それ組まれてて、そういうことですもんね。そうで、そこだけ、それまではずっとゲストがいるの、基本的に、うんうん、あの高橋みなみ、はいはい、AKB かな、うん、元、はい、とか、今高橋みなみって AKB じゃないんですか？あ、分かんない、どうだろう、元ってした気がする。全然わかんない。そうなんだ。なんかね、リーダーっぽいことやってたはずだよ。あ、そうなんだ。そういう話してたから。いや、で、あの南海キャンディーズの山ちゃんとかがゲスト出てるんだけど、はい、その1時3時だけ、つまり通常通りの、あ、オールナイトニッポンをやってくれた、やってる感じにしようと思ってたら、うん、逆になんかもう全然やってるから話すネタもないし。そうですよね、すてて24時間やってたら。なんか話すこと本当にねえわみたいな感じが楽しかった。でその後ラブレターズが出たのね、ゲストで。うん、だからなんかもうすげえ嬉しかったよ。
タミさん突っ込めてるみたいな。今年3回見たからね俺。そうか。ダブルテアーズ生で。すごい。鬼瓦のやつと、オードリーネタライブで見たし、最後ワンマン見たからさ。そっかそっか。なんか、嬉しかったなっていうね。すごいないや楽しかった。でもあれね、まあタイムフリーで聞いてもいいと思うけど、やっぱあれ、当日聞いてる24時間ってやっぱじゃ半端じゃなく。いや、てかその生放送ですもんね。だってなんか生放送をずっと一緒に聞いてる、一緒に過ごしてる感じってやっぱあるじゃないですか。うんうん、あるある。それがないのが LFL ラジオですよね。ないないない。ないない。全部収録だね。収録だから。それがないのが LFL ラジオだから。まあ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 ね。ね、前回、配信インスタライブみたいなのやりましたけどね。あ、やったね。ね。あれ、見てくれた人いるのかな。なんか、視聴数少なかったよね。うん、少なかった。前とかにさ、こう収録終わった後にさ、うん、あ、やった時すごかったのに。100何人とかいた気するけどね。なんでだろう。うん。まあ。難しかったです、あれは。そうだね。うん。まあ、生もちょっとやりたいですが。うん、やりたいですよね、うんうんうん、生放送ね。っていうね、はい、楽しかったな。なんかねもうずっと余韻ずっとオードリーが喋ってたからさ、オードリーと喋ってた、オードリーと喋ってたそうじゃないけどね、なんかすっげえ幸せな気分だったね昨日。え、さっき LFL 来た時に流れてたのもそうですか。あれはね前の俺が好きな回を流して、俺もうあれ多分30回ぐらい聞いてると思う。今年の LFL 的トピック何かありました。今年ちょっと一回ジングル挟んで、後半じゃあ今年振り返りましょうかね。そうですね、はい、はい。初めていちご大福食べたんです。どうよ、いちご大福マジうまい。え、いちご大福うまくないですか。いや、うまいよ。いちご大福って超おいしいんだと思って、ね、感動して。本当にいちご大福って今まで全然食べてこなかったけど、めちゃうまいじゃんって思って、お餅とあんこが本当にほぼ一緒なんですよ。いちごがめちゃジューシーで、てかフレッシュなんですよ。そうだよ。いや、これなんで私今いちご大福のうまさをこんなに力説してるの。ちょっと待って待って。 LFL ラジオ、この番組はルシファー吉岡、ルーシー2が好きなパーソナリティでお送りしております。はい、はい。いちご大福美味しいんだよな。いちご大福、いちご大福の魅力伝わるジングルですよこれは。そうだね。だってマジで美味しいもん。ここまでずっとやっぱね、ナメがずっと言ってるの面白いじゃん。無印に引き続きいちご大福ってめっちゃ言ってるんだ。ずっと言ってた。これもジングルになるしかないな。いちご大福って言っちゃってたんだな。かなり言ってたね。かすいかついたらすごいと思うよ。うん、いや、まあ、そう、いちご大福デビューしたから、うん、そうで、まあそのね、はい、俺ね、なんかね、もうこのジングルつながりで言っちゃうとさ、はいはい、去年の NFL ラジオで、うんうん、俺ね一番好きなフリートークがね、その前回のあれなのよ俺。え、いちご大福、もうマジ？いちご大福っていうか。え、あの前回どんな、なんでもない、本当にスイーツの話で、あ、そのてか喫茶店の話とかもします。喫茶店じゃないか、あの、大宮洋菓子店のシュークリームの話。そう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 、あ、ショートケーキ、あれシュークリーム、ショートケーキ、いや、シュークリームの話だ。まあでもそれ、うん、その前の、つまり7位の部分っていうか、そのなんだっけ、鈴掛けの絵文字と、うん、の大きさを説明するくだりとかが、オッケーサイズ、オッケーサイズとかが俺やっぱ一番好きなのよ、ラジオで話してて。それが、あ、俺去年、今年一番フリートーク好きなのこれだなってジングル作って思ってた。わーい。わーい。わーいってわけじゃないんだけど。そうなんですね。なんか、ああいう、ああいう、どうでもいいことを、しかもラジオでお前伝わんねえだろっていうこととか、もう本当にいちご大福が美味しいって話をしてるだけみたいな。うん、そうですね。ああ、それいうのをもっと、ああいう熱意を持って話せるのはやっぱ面白いよね。いや、だって本当に美味しいんですよ。そう。
そうそうそう。本当に。そうね。それってさ、あんまさ、そこ、狙ってできないからさ。あ あ。ここで、たまたまさ、なんかだって、シュークリームのこと書いたから多分さ、うんうん、あれで書いてじゃん。あ、そうです、そうです。ね。はい。あの、共産風のやつでさ。そうです。みたいなさ。だって、それがなかったら別に話すようなことでもないって終わってるかもしれない、ね、っていうのがあるから。いやでもいちご大福の話をしようとは思ってたの、うん、あそうそう、なんか多分シュークリームって書いてあったからいちご大福って書いた気がする。あ、そうかそうか、お店の名前だけ。そうです、鈴懸のいちご大福みたいなこと言った気がする。そうかそうか、あれ鈴懸の縁餅って言ったのかな。そうそう、縁餅って言ったんだって言ったんだ、うん、そう最初。そうそう、からのね、うん、うんうんうん、そうですね。まあ、別に全部振りとく振り返ってるわけじゃないからあれなんだけど、はいはい、ああこれはいいなっていう感じだったね。、うん、そうですね、感動したからな、うん、リアルに。さあ、はい、まあ、振り返ります。ええ、LA フルラジオを振り返りますか。まず LA フルラジオは、うん、まあでもてか力さん出てくれたの去年の1月だったんですね。ねえ、1月24日の回。そっか、結構こん、そっか、こんなにっていうか通常回のなさ、今あのゲスト呼んでるね。そうですね、通常回のなさがすごい。通常回ないんじゃない？ない。14回、16回は。あ、そうかそうか。14回、16回はなしで。通常回。だって、ペイシャスをもう、じゃほぼ1年ぐらいやってないんじゃないですか。ペイシャスとか。そうだね。ね。24回のエリフル1周年、多分辻君いたんだな、これ。うん。うんうんうん。うん。でも、それぐらいだね。うん。うん。全部振り返る。まあ、振り返る、別に言わなくていいか。うん、まあそうだね、だそ滝田くん呼んだのとか3月だね。あーすごい、そうですね、あれ3月ですね。漫画島とか完全俺去年な感じする。いや、わかります、漫画島去年の感じする、ね、漫画島 DVD が出て TSUTAYA でも借りれますよ、ね、おーすごいすごい、うん、ぜひ見てほしいな。あれめっちゃ面白かったからな、うんうん、で From East なあれ、もっとすげえ寒い日だった気がするな、イメージ。あ、そういうのは出てこっけ。確かに、うん。水、片岡くんが初めて読んだ水、水は5月だったんですね。5月ですね。あのね、水の回はね、再生回数多いですよ。うん、お、なんか人気、いいね、シャムキャッツの次に人気だね。お、嬉しい嬉しい。そう。で、そう、あの、第23回、7A の名古屋でのウィークリーマンション。いや、ウィークリーマンションがね、怖かったんですよ、ね。コースだけ、タイスにあるモノコットの話など。そうそう。ちょっとずつね、そう、だから、そのぐらいからフリートーク何してるかをちょっと俺書いてあるんだけど。うん。25回、相田がタイへ。7A のカープール撮影の話などみたいなね。カープール撮影しましたね。懐かしいな、うん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 、そうだね、卵投げたんだっけ。卵じゃなくて、なんか色水が入ったなんだっけあれとか、水風船とか小麦粉とかトマトとか投げましたね。なるほどね。第29回サウンドクラウドアクセス解析を見たな。あれ面白かったな、ね、あれでもブラジルがどうこうみたいな、なぜかちょっと定期的にアクセスが、ブラジルで聞いてる人いるみたいな。でこの時に山手さん関山さんでゆりえちゃんが来てるっていうね。そうだ、ゆりえちゃんマジ面白かったな。まあちょっと神回ですね。神回ですよね、今年の割と神回ですよね。神回だろうね、あれはちょっとね。そうそう、あれはなかなか出せるもんじゃないよ。いやマジマンジの、ね、あれは面白い、うん、マジマンジだから。それから今年結構見たからね。いや見ましたね、うん、見たよね。意識してなきゃ多分俺スルーしてたんだろうけど、うん、マジマンジ、ね、俺秋葉原でなんかこう変な言葉が書いてある T シャツ売ってるようなお店で、あ、はいはいはい、それでマジマンジ T シャツを見つけて、本当うわ店頭に飾ってあるっていうのをすごい。ってことはやっぱメジャーなんだみたいな。ああそうだね、マジマンジメジャーワードなんだみたいな。そういうことはね、うん、
どの回が面白かった、でもマボネンニコさんとかも面白かったな。あ、そうね、やっぱウォシュレットから始まるニコさんのね。そうだ、ウォシュレットの話してくれたけど、俺もただいまあのファミマのたい焼きっぽい方が盛り上がっちゃったね。そうだ、そうだ。俺も辻くんもウォシュレット使わないんだっけ？なんかみんなウォシュレット使えるんだ。使わない、そうそう。使ったことない。みたいだね。うん。うん、ありましたね。あとなんだろうな。まあいくらでもあるんだけどね。うん。うん。何回ぐらい辻くんいたんでしょうね。確かに何回ぐらい辻くんいたんだろう。確かにね。半分はいないかもね。半分いなそうですよね。うん。半分ぐらい。でもゲストいる時もいる回ありましたよね。たまにね。ね、たまにいた、たまに。レアキャラですね。レアキャラ。うん、そうだよ。なんかコメントとか収録しておいてくれたらいいの。ああ。LF ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。ラクフルレコーズの辻です。いいね。ありじゃないですか。ありだ、ね。ちょっとメモしとこう。コメント出演。ね、辻くん。辻くんコメント出演。それはいいですね。コメント出演。来年。来年やりたいこと。うん、まあ。やっぱイベントはやりたい。イベントね。そうね、イベントね。そうそう、うん、研修旅行も今年は行かなかった。あ、確かに。そうだ、ね、うん、そうだ、そうだ、うん、あれ辻君は勝手にイベント入れちゃったんだよあれ。ちょっとあれさ、だって俺12月明けしたのに17、18とかでしたよね、言ってたじゃん、うん、でさ、なんかあの相田さんここイベント入れていいですかって言われて、俺その時俺携帯多分家に忘れてたからなんかいなかった。ああ、いいよって言っちゃったんだ。いや、ちょっとじゃ調べる、調べて連絡するって言ったら、うん、その2日後ぐらいになんかイベント発表されてて、あれあれと思って、これ旅行行くって言ってなかったっけなの。もう決まったからしょうがねえやと。ああ、年明け、まあまあ、年明け行けたらいいですね、うん、うん、静岡行こうよ。だから、いや、そうですね、鈴木さんの、そう、鈴木さんの、うん、とヤングもまだ行ってないから、うんうん、行きたい、行きたい、うん、鈴木さんのできましたよ、あの、あ、ヨットヨット、うん、ちょっとそれはまた改めてどんちゃんも呼びたいし、そうですね、うん、ちょっとね話したいですけど、うんうん、どの回が面白かったかな、うーん、結構しげさんの回とかも好きだけどな。そうね、しげさんちょっとツッコミがうますぎてね。そうそう、激しい、こっちがちょっとこううわーみたいな、いやーみたいになった、飲まれるみたいな感じになっちゃう、ね、うわーみたいになって、うん、鬼ヶ原とラブレターズはちょっと意外と真面目な話だったからね。あ、確かに確かに、そうなんだよね、うん、うーん、うんうんうん、全体的に面白かったけど、まああのテッテのサトちゃんはもうベロベロになって、ああ確かに、ちょっとひどかったですけどね。面白かったまず、あ、シャムキャッツァー面白かったね。シャムキャッツァー面白かった。面白かった。うん。で、でもさ、だって、お便りとかもさ、シャムキャッツの回を聞いて、そうそう、多いですよね。うん。さすがですよ。多い多い。嬉しいことですね。うんうんうん、うん。ちなみにね、はいはい、あの、多分サウンドクラウドでは多分そのシャムキャッツの回とかすげえ再生されてんだけど、うん。なんだっけな、YouTube を解説してから、うん、なんかね、どうやってそれにたどり着いたかみたいな解析を多分調べればできるんだけど、はいはいはい、なんかね、それを見た時にね、アートスクールでめっちゃ入ってきてた。うわーすげえ、すげえんだなと思った。なんか、ね、確か YouTube 一番多かったと思う。へー、うわ、そういう人がいるんだなと思って。 YouTube 世代世代わかんないけど、だから何全部チェックしようとしてる人がいるんだろうね。全部アートスクールで引っかかったものは全部くまなくチェックする人たちがチェックしてくださってるんですね。そう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 。ここは先行、ここは先行じゃない、ここは戦争起きた時も大丈夫っていう言葉をいただいてあの名言だけは忘れませんけど、本当に忘れられない。あれは去年のことなんですね、あれはね、はい、てかそのジングルのルシファー吉岡って何ですか。あ、ここ戻りますか。うん、ルシファー吉岡さんはね、うん、まあ芸人で、あ、そうなんですね、うん、別にあのオードリーネタライブ出た時にすげえ面白くて、まあ、気持ち悪い系のネタをやる人なんだけど、なんか坊主のおじさんみたいな、まあ、気持ち悪いって別にグロいとかじゃなくて、なんか、うんうん、なんつうかな、
まあなんつうのかな、ハゲのおじさんがなんか面白いことをやってるみたいなやつで、まあそれが去年、違う、あのそのラジオチャリティーミュージックソンでも、うん、一緒にラブレターズとゲスト出てて、あのっていうだけなんですけどね、うん、あのルーシー、ルーシー2のルーシーを撮っただけなんだけどね。あ、ルーシー2 このジングルのコーナーでいつもみんな直前に書くから、うん、そうそう、あ、私はルーシー2のこの前ラジオでも話したルーシー2っていう宇都宮のガールズバンドの MV が公開されたので、それにしようって言ったら、うん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 、それでルシファー吉岡になったってことですね。面白いんでね、うんうん、ルーシー2、ルーシー2、LF でも買えるらしいですね。なんか売ってます。なんかシングルみたいなやつ。うんうんうん。スタイリングしたっつったっけ。あ、そうですね。なんかそうですね。うんうんうん。この前遊びに来てくれてたな、あの、うん、あ、なんかピンってなった。と違うや。ベースの子か。あ、はいはいはい。うん、ですね。はい。はい。まあラジオはこんな感じで。今年ありますか？え、今年？振り返ること。振り返ること？なんだろう。なんだろうね。今年でも倒れたりしなかったな。おお。なんか割と健康に過ごしてたんじゃないかと思う。夏がちょっと涼しかったって話したっけ？そんな話しましたね。した気するね。うん。今年は相田さんはあのバンドお休みの年でしたね。あ、確かに今年それこそ7位に出てもらったコアブレイズのライブ1本しか行ってない。ああ、やったな。 あれはずっと昔の話っぽい。懐かしいわ。そうか、あ、今年何したかな。今年ね、なんか、うん、そうですね、でも後半が結構そのコントとかアスナーとか舞台多かったね。多かった。確かに、うん、あとなんだろう、そうですね、映像系も後半が多かった気がする。なんか、あ、そう、フロムイーストでしたね。出てましたね。あとはそう、2月に彼らとまた映画を撮る話になってて、それが映画を撮る、映画撮ります。めっちゃ楽しみなんですけど、2月新潟なんですけど、新潟ですごいやばそう、なんかなんかすごい廃墟みたいなところに行く予定になってます。雪すっごいだろうしね。でもそれ生かしですよ、だから。あ、まあそうだね。なんか私温度調節すごい苦手なんですよ、はあ、なんか上手にできなくて、うん、うん、なんかあの、うん、寒いあったかい格好をどうやってしたらいいか分かんないみたいな、なんか、はあ、なんて言うんですか着込むことができないってこと。あ、そう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 、着込むことができない。着込むことができない。頑張るんですけどね、頑張るんですけど、なんか足りない、足りなかったり下手だったりするんですよ。だからなんて言うんですか、ガチのアウトドアのなんかアウターとか持ってないからどうしようみたいな。そういうことか。風を防いだりするものもないし、うん、なんかベンチコートとか買った方がいいのかなみたいな気持ちに。いいじゃん、アディダスとか今なってる。、うん、アンブロがいいな。アンブロ、なんか、ね、いやいや、メモロコじゃない。え、違うの。いや、サッカー、メモロコとアンブロってサッカーだよね、多分ね。俺も分かんないけど、中学校の時とかのサッカーの顧問の先生が着てそうなのがアンブロだね。アンブロ、なんかね、アンブロ、なんていうんだ、ああいうの、なんていうんだっけ、ああいうの、楕円じゃない、なんていうの、ああいうの、何、ひし形、ひし形、はい、こういうマーク見たことない。で、アンブロってローマ字かな、アン違うか、 こんな感じの、はいはいはい、ベンチコートは有名だよ多分。へえ。中にあのモコモコなのがついてるのもありそうだな。あ、いいですね。でもあの本当地面ギリギリのね、うんうん、いいじゃないの。でもなんかまひっちゃうんですよね、多分まひっちゃうんですよ。どうでもよくなっちゃう。うんうんうん。でもよくないよそれは。うん、撮影待機中ぐらいはさ、
そうですね、うん、いやでも、うん、そうなんか真昼と逆にあったかくなると寒く感じるじゃないですか。辛いもの食べてる時と同じみたいな感覚。そっかそっかそっか。そうそう、水飲むと辛く感じるから飲まないみたいな。一回あったかくしちゃうとね、うん、でもあったかくしなきゃなと思ってます。うそう、でもすごい楽しみです。なんか、うん、この前そうそうみんなで集まって、今回はウッチーってそのバニタスの内山くんとそのソウさんとあとガクくんってバニタスに出てる子と3人がこうメインでやる感じなんですけど。なるほど。ちょっと来年が楽しみ、来年楽しみなことのうちの一つですね、それは。はいはいはい、今年は何かあったかな、他に。なんだろう、ナードマグネットのジャケットとかやりましたね。あとは、オットちゃんが最近やりましたね。あと何だろう、何やったかな、自分的活動は。なんかあったかな。なんだろう。まあ、うん、後半に固まってた気がする、なんとなく。いろいろそうですかな。はい。はい、私は今年は眠っててましたね。眠ってました。この1年はちょっとね、じっとしてたかな。なんか私も気持ち的には結構じっとしてた感じでしたね。うん、なんか暇だなみたいな気持ちだった。結構暇だなって。本当に予定決めたくなかったんだよ今年。なんかわかんないけどもう何もしたくなくて、したくないっていうのもあれなんだけど、なんか前もって準備して組むみたいなことどうしても今年できなかったんだけど、でもね、もう来年は多分俺もう暴れまくりますね。おお、もう来年ほぼもう年間ぐらいちょっともう決めてるもん俺。すごい。だからもう多分動きたくなったんだろうね、ようやく。まあ、LFL もちょっと落ち着くし、うんうんうん、もう予定結構埋め始めてるからね。へえ、すごい。やる気ありますよ、ね、なんもない。2月に映画撮るぐらい。そんぐらいだな。え、なんか、うん、そうだからスケジュール帳が1月で終わってて、はい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 、そう、2月のスケジュールとか書けなくて、あ、買わなきゃみたいな気持ちになってる。1月なんだ。なんか1月で終わってて。あ、そうそう。いや違う、その周期、4月の人とかさいるじゃん。あー、わかんない。まあ適当になくなったら買う。そうね、なくなったら買うし、いいのがあったら買うし。はいはいはい、そうそう、そうですね。あ、そっか、これで振り返ればよかったのか、まあ、スケジュール帳で振り返ればよかったんだ。そうですね。あ、乃木坂の個人 PV とか作ってましたね。あー、はいはい、へえ、ああ、なるほどね。片岡君は今年は地方行きましたね。行きましたね。行っててる感じでしたね。いろいろやりましたね、ありがたいことに。イズヤング、イズヤングじゃないか、あれ。イズヤングは今年やんなかったんですけど、違うか、なんだっけ、高梨君のイベントか、のイベントで音楽と暮らしっていうのをやったり。なんか光の森でもやってませんでしたっけ。あ、光の森でやりましたね。うんうん、あとなんか最近ゴスペルの写真とか上がってましたからね。ゴスペル、ゴスペルはまああれは地方ではない、地方ではないんですけど、うんうん、あれだ、伊藤くんたちとパッツパッツとなんか悪ふざけしたのも3月って書いてあった。伊藤くん LFL って書いてあった。あ、伊藤勇樹とギター弾いたやつね、しなびたポテツ。そう、あれなぜか1月になんかまたライブ決まったんですよね。あ、そう、弾くの。いや、何するかまだ決まってない。あ、でも出ることは決まってるんだ。そう、なんかします、だから。なんかはします。なるほど、とりあえず、はい、1月25日セブンスフロアですね。あ、そうそう、それだ。そう、パツパツじゃないや、あの元気さんののレーベル1周年イベントみたいな感じでやります、ね、そうそうそうだ。あ、それ片岡さんもいらっしゃる。いま す, あ、います。心強い。よし、よかった。よかった。弾いてない音出してもらったりしたら。何
すげえ音出てるな、ないみたいな。いや、何するかまだ決まってないのにライブ決まってて、やばいなって思ってて、伊藤くんがちょっと前乗りするから練習しようやみたいなこと言ってて、何練習するんだろうみたいな。でもなんか何かちゃんと しなきゃとは思います。ライブを します、うん、そうですね。なんか、うん、意外といろいろやってたわって今思いましたね。相田さん、そういえばあの梅田さんのやつに出てましたね。ああ9月、そうだそうだね、指し進めにとらわれてる人たちのやつだ。つら、うん、かったな。楽しかったけどつらかったな。そうだ、俺ラジオで言ってないんだよね、俺、はい、もうね、今年はもうね、はい、後半こうグーッと伸びてきて、伸びてきたというか、伸びてきて、後半が伸びてきた。あ、もうね、俺10月かな、はい、10月ぐらいに、はい、まあ、10月、今年の10月ハイスタがまあ新譜出したんですよ、うん、アルバムをね、フルアルバムで、テンション上がっちゃって、あの俺ギターを買ったんですね。それハリエさんから聞いた。なんか相田さんなんか中学生みたいなことしてるよねって言ってて、なんかギター買っちゃって、なんか毎日3時間ぐらい練習してるみたいな聞いて、それ大学生みたいだなって。大学生で高校生だな。いやでも多分大学 1,2 年までだなと思いましたね。もうだってそんなに安い値段じゃないわけですよね、ギターも。マジで。しかもね、これが、ここに、ここをさ、市民プールに貸した日があったじゃん。あ、はいはいはい。あの日俺めったに朝早く起きないけど、はいはい、まあその朝早くから使うっつって鍵だけ私に来たじゃん、はい、ありがとうございました。で、今すればいいんだけど、うん、で、その日、もう、そのあたり、もうずっとギター欲しくて。うん、で、朝早く起きることないから、まあそうです、ね。俺このまま、街へ繰り出そう。に行ったわけ。街へ繰り出した。繰り出したのよ。朝11時ぐらいに池袋にいてさ、ちょっと目星つけてたから、これ弾いてみたいなみたいなちょっと調べて、うん、あ、池袋にいくつかあるから、弾いてみようと思って、で別にそんなお金もあるわけじゃないからさ、まあ、予算こんぐらいかなみたいな、うん、はいはい、でも結構絞っていってる。そう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 、前日だからもう調べて朝早く起きるか分かったから、はい、で行って、で弾いたらさ、やっぱこれはダメだなみたいな、その予算ここ妥協するとこじゃねえなみたいな、うん、え、うん、そっち。そうで、結局ブラブラ回ってたら、全然知らなかった気に入るメーカーのギターを見つけちゃって、ほう、でそれがさ、中古でもうすげえ高いの。へえ。でもそれにしようかなと思ったけど、あ、ちょっと待てよ待てよと思って、またそこの場でこういうスマホで調べたりしてさ、そしたらそのマジで大学生、マジで高校生大学生のやつ、 ある渋谷の楽器屋に4本ぐらいあることが分かって、ほう、でとりあえずじゃあそこ行こうと思って行ったら、もう予算のね4倍5倍ぐらいするしたんだけど、もうこれしかないと思って、もうダメだ、もうローン長くなっちゃっていいやと思って、大学生が入学祝いを使って買うやつ、そう。でもそれ買ってから毎日楽しい。俺あのハードケースでさ、はいはい、あ、重たいやつだ、重たいやつ、うん、でも毎日ちゃんとハードケースにしまってんだけど、家でも、うんうん、まあ場所もそんなないから、うんうん、それをベッドの下にこう入れてんだけど、こう毎日開くためにこう、もうわピカピカだなって思う。すごいな。いやレスポール最高だね。へえ、だからもうそれから元気出ちゃって今年。あ、冬季打つなんかもう知らねえよって感じだ。いやそれはでもまだ分かんないだよ。あ、本当ですか。あの1月2月だからあれ。あ、そうなんですね。そうそうそう、12月ぐらいまだ忘れてるから。そう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 、なのでね、来年はそれを弾くと思いますよ。おおお楽しいよね。へえ、楽しい。
私ギターの弦の変え方わかんなくて、ギター持ってるんですけど弦切れててわかんないんですよ、ね、去年弾いてから。いや、あのギターは誰のだっけな、あのギターは伊藤くんのかな。あ、そう。そう、あのここにあるからね。あ、エフで弾くわけじゃないんだ今度は。そう、そうだ。そう、しかも別に今回のやつも別に私何するか決まってないし。そうかそうか、別にギター弾くとは限らない。ギターを弾くとは限らない。そう、そうです。はい、そろそろ後半いきますか。いきましょうね。ちょっと後半はお鍋を用意していただいてるので、はい、シュトーレン買ってきたんですけど、これはじゃあ鍋の後に。あ、デザートだ。デザート、クリスマスに食べるものらしいっていうことを知って、保存食、果物がいっぱい入ってるんだよね中に。そうです、うん、わーい、美味しそう。美味しそう。すごい重い、石鹸みたい。重いですよね、シュトーレンね。なんか、うん、うんうんうん、はい、わー、はい、というわけで、じゃあ、今年最後の LFL ラジオでした、ね、皆さん良いお年をお迎えください。良いお年をですね、後半に続きます。良、はい、いお年を、良いお年をお迎えください。 LFL ラジオ、 LFL ラジオは第2第4火曜日に LFL にて公開収録いたします。いつも通り飲んだり食べたりできますので、お気軽にご来店ください。投稿やご意見ご感想はメールアドレス lfl@gmail.com、 もしくはツイッターのハッシュタグ#lfl ラジオまでお願いいたします。